皆さんこんにちは、佐々木です。今回は生まれてから約3年で全長約 1.7 メートルとほぼマックスサイズまで成長したコーンスネークについて、現在の飼育方法の紹介とマウスを最大サイズに変更して与えた時の様子をお届けします。我が家のコーンスネークは体重 1020g、 全長 1.7 メートルとフルアダルトまで成長した個体です。ケージサイズは80cm×40cm のロータイプケージで、コーンスネークのケージにしては少し広めに作っています。ケージ内温度は25±3°ぐらいです。万が一低温高温になった場合は自動空調制御されます。ベビーの頃はシェルターを用意していましたが、今は設置していません。水入れをシェルター代わりに使っています。給餌間隔は7から10日に1度。お腹が空いているのか、餌欲しさにケージの隙間から脱走を企てているようです。餌の台頭は済んでいるので早速与えてみましょう。ピンセットをカチカチ鳴らして餌の時間を知らせます。ピンセットは 30cm 程度の長いタイプを使っています。捕食動作が早い生き物は長物の方が給餌の際に安全です。今回のように手元が狂って落っことすこともありますが、ケージが下開き扉のおかげで地面までは落ちませんでした。与えている餌は冷凍マウスのアダルトよりサイズです。量は1回の給餌に1匹だけ与えています。実際はあと3匹ぐらいペロリと食べそうですが、なんとなく1匹で済ませています。もしかしたら少ないかも。3分ぐらいで飲み込み終わりました。アダルト M サイズを与えると1分を切るので、アダルト L がちょうど良いサイズです。こんな感じで育てていたらいつの間にか 170cm になっていたので、マウスも最終サイズにチャレンジです。アダルト L サイズのマウスが体長 8cm ほどに対して、リタイアマウスは 10cm とワンサイズ大きくなります。特に測定していませんが、一般的にはアダルト L の 1.5から1.7倍ぐらいの重量になるようです。解凍方法はマウスを濡らさないように自然解凍です。食いつきが良い気がするので、なんとなく続けています。ビニール袋の端っこに穴が開いていたので、結局マウスが濡れてしまいました。解凍あるある。さてマウスとしては最大サイズですが、無事に飲み込むことはできるのでしょうか。いつも通り食いつきは良好です。サイズアップしてもマウスの匂いは変わらないので、第一段階は余裕ですね。第2ラウンドは頭を飲み込めるかどうか。いつもより大きな餌なので少々苦戦している様子。顎の開き具合からまだちょっと開く余力はありそうに見えますが、腕の部分を超えられるか微妙です。なんとか両腕を畳んで口の中に入れることができました。ここまで来ればあとは飲み込むだけですね。マウスの通る道がまっすぐになるように体を持ち上げてスルスルと飲み込んでいきます。最後まで飲み終わるのに10分近くかかりました。アダルトLの時の3倍以上と考えると長いですね。といった感じで、今回はフルアダルトまで成長したコーンスネークの育て方の紹介と、マウスとしては最終形のリタイアサイズを与えてみて最後まで飲み込めるのかチャレンジしてもらいました。リタイアマウスはアダルトマウスの価格の2から3割増しに対し、重量は5割増し以上とお得感があるので、アダルトLだけだとちょっと物足りない個体にはコスパ的に検討できるサイズです。ただコーンスネークの顎も無限に開くわけではないので、個体によっては顎に負担をかけるかもしれませんし、何よりちょっと足りないぐらいに調整して生体の成長を維持したい私にとっては過剰なサイズに思えるので、今後はアダルトLに戻してたまに給餌間隔が空いたら与えるぐらいにしておこうと思います。では今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできれば幸いです。